アマツバメメは、鳥類の分類目の一つである。空中生活に著しく適応したグループである。ズクヨタカカ、カンムリアマツバメカ、アマツバメカ、ハチドリカの四カが属す。ズクヨタカカ、ハチドリカはそれぞれ生活様式などが著しく、異なるが、骨格上の共通点や分子系統により、同一のグループに分類されている。ズクヨタカカを含めない説もあり、この場合、 ここでのアマツバメメ、つまりはデディロアナサスやアパデモーフと呼ぶ。なお、アマツバメメという名だが、ツバメとは遠縁である。アマツバメ科とカンムリアマツバメ科の足は他の鳥と異なる大きな特徴がある。写真のように足の指がすべて前方をむくみ名前やと足である。このため、アマツバメ類は木の枝などに止まることができない。 地上に止まる際は、岩などの壁面に爪でぶら下がるようにして止まる。ハチドリとズクヨタカカは、他の鳥と同様に親指が後方を向いており、木の枝に止まることができる。骨格などに以下の共有派生形質を持つ。いずれも、翼に対して、初列風切り派が占める割合が大きく、自列風切り派が占める割合が小さい。初列風切り派は、 飛行において推進力を発生させ、自列風切り波は揚力を発生させるため、それぞれプロペラ機のプロペラと翼に相当する。この初列風切り波の比率が、雨ツバメ科では強大な推進力で高速飛行を可能としている。高速飛行のため、少ない自列風切り波の面積で必要な揚力が得られる。8ドリ科では翼がほぼすべて初列風切り波となり、 ヘリコプターを上回るホバリングを可能としている。ズクヨタカカは夜行性で、他のンカは中行性である。アマツバメメは単系統で、側系統のヨタカメに内包される。アマツバメメヨタカメは単系統で、ストライソースと呼ばれる。アマツバメメの姉妹群が何かは確定しておらず、ヨタカカカプライマルグレイ、あるいはという説がある。後者のは、 カプライマルギーと呼ばれ、アマツバメメと合わせて、シップセラモウフと呼ばれる。アマツバメ目のうち、見名前、後足を共有する、アマツバメア目は単系統である。中高性の酸化は単系統である。夜行性は良いお高を含めたストライソースの規定で、共有派生形質として獲得され、伝統的なアマツバメメの系統で、中高性が再度獲得された。伝統的には、 アマツバメ目には、カンムリアマツバメか、アマツバメか、ハチドリカの参加のみが属し、ズクヨタカカワヨタカメだった。渋り分類でも、これらは切り離されて扱われていた。伝統的なアマツバメメは、アマツバメウアメアパデモーフに階級が挙げられ、原生鳥類の14の群の一つとされた。アマツバメウアメの中で、ハチドリカが、ハチドリメトロチラフォームズに分離され、 アマツバメメは、アマツバメ科とカンムリアマツバメ科のみになった。ズクヨタカ科は、フクロウモクズクヨタカアモク、イーゴシーリットされた。リビジーアンドズシは、大枠で、伝統分類を踏襲したが、ヨタカメとアマツバメメを姉妹軍としインセソースアセツシプセラモーフ、上目にまとめた。また、シブリーエトール、同様に一重型のズクヨタカアモクを、ヨタカメの中にではあるが置いた。 ただし、アマツバメ目は、カンムリアマツバメア目、ヘミプロスニーとアマツバメア目に分け、実際の系統と違った。中華料理で有名なツバメの巣は、アマツバメ科のインド食用アナツバメコリケイリア、ユニカラーの巣である。ありがとうございます。